どうも、石川です。はい、これより登録完了した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉の2020年度、問い91から問い100までの過去問について解説をしていきたいと思いますので、過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い91番。引き続き第3章に関するところで、これ後半戦もう最後の最後ですね、やってまいりましたので、頑張っていきましょうね。水虫、タムシ溶薬の配合、成分に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解。そして B なんですが、テルビナフィンに関してなんですけど、菌の、呼吸や代謝を妨げることにより、皮膚糸状菌の増殖を抑える働きがありますよと書いてあるんですが、こちら違いますね。この記述、菌の呼吸や代謝を妨げることによりとかっていうような記述に関しては、これはピロールニトリンの記述になってきます。なので、テルビナフィンに関してはちょっと前に書かせていただきました。細胞膜を、構成する、成分の酸性を、妨げるような働きがあります。ということで、そんなのがテルビナフィン、なんとかフィンとつくようなブテナフィンとかもありましたよね。このようになんとかフィンとついてるもの、このような働きがありますので、しっかりとこんなところでも見分けできるようにしておきましょう。はい。そして、C なんですが、シクロピロクスオラミンは患部を酸性にすることで、皮膚糸状菌の発育を抑えますよと書いてあるんですが、これは誤りですよね。何かというと、シクロピロクスオラミン、は、これ、前にもちょっと書いてみました。細胞膜に、作用して、その増殖、生存に必要な物質の輸送機能を妨げる働きがあります。ということで、このようにですね、シクロピロクスオラミン、他とちょっと働きが違いますので、十分に理解しておきましょう。なので、この患部を酸性することによって、皮膚糸状菌の発育を抑えるよというのは、ウンデシレン酸とか、ウンデシレン酸亜鉛とかっていうのがありましたので、このようになんとか酸とついているものですから、患部を酸性にというところで、ここを患部をアルカリ性で引っ掛けてくることもございますので、このようなところも十分気をつけておきましょう。はい。ということで、C は、あまりです。そして D は正解なので、3番の A と D が正解となりました。では次行きましょう。問92番です。膣、歯槽膿漏薬の配合成分とその配合目的の組み合わせのうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A は正解、D も正解、そして B なんですが、ジブカイン、なんとかカインとついてるものですよね。こちらは局所麻酔作用がある、局所麻酔成分でした。はい。なので、ここ、誤りですよね。それから、ミルラというものなんですけど、こちらに関しては、咽頭粘膜を引き締める収れん作用があります。そして、あとは抗菌作用があるものとなりますので、この点もですね、十分に気をつけておきましょう。まあ、ミルラはたまにしか出てこないようなものとなりますけど、まあ、一応確認しておいてあげてください。はい。ということで、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い93番です。禁煙補助薬、また禁煙補助剤及びその配合成分に関する次の記述の成分について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、禁煙補助剤には1日数回、複数回皮膚に、調布することにより、ニコチンが皮膚を透過して、血中に移行するパッチ製剤がありますよ。このパッチ製剤に関しては、1日複数回はダメです。1日1回です。なので、1日1回なんだなというところに十分に気をつけておきましょう。ということで、そこが誤りです。そして B は正解。そして B もですね、ここ、気をつけてくださいね。口腔内が酸性になるのか、アルカリ性になるのかとかっていうところで引っ掛けてくることもありますので、気をつけておきましょうね。吸収が低下するのか、上昇するのかとかっていうところも引っ掛けてきますから、気をつけておきましょうね。なので、まあ B は正解ですね。はい。そして C なんですけど、ニコチンは、
ということで、アドレナリン作動成分が配合された医薬品との併用に、その作用を減弱ではなく増強しちゃいますので、C は誤りとなります。そして D は正解なので、答えは3番が正解となりました。はい。では、次、問い94番です。需要競争保険薬の配合成分と、その配合目的の組み合わせのうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。A、ピリドキサールリン酸エステルというものなんですけど、これ赤血球の形成を助けますよとあるんですが、ピリドキサールリン酸エステルって何ですかっていうと、ピリドキシンと覚えておいていただければ、いいのかなとは思うんですけど、ピリドキサールリン酸エステルというのは、これはビタミン B6 ですよね。そうなんです。ビタミン B6 なので、ピリドキシンと皆さん覚えていただけるかもしれませんけど、このピリドキサールというふうに言ったりすることもあります。はい。で、この、ビタミン B6、どんな働きがあったかというと、まあ、いろんな働きありました。これ、例えば、口内炎だったりとか、ニキビだったりとか、あとは、手足の痺れとか、まあ、いろんな働きがあるので、そのような適用があるので、今回、この赤血球の形成を助けるというところではございません。はい、これ、赤血球の形成を助けるのは、ビタミン B12 の記述とかになっちゃいますので、A は誤りとなります。はい、それから B は正解。そして C。グルクロノラクトン。グルクロノラクトンというのは、肝血流を促進する働きがあります。肝血流を促進して肝臓を要は元気にさせてあげて、そうすると肝臓は体の解毒作用とかがありますから、体に溜まった不要な物質とかをどんどん分解してくれますので、なので、体のそういった疲れとか、そういうものを除去してくれる働きがあります。なので、今回ここの乳酸の分解を促すよというのは、アスパラギン酸ナトリウムの記述になっちゃいますので、十分に気をつけておきましょう。ということで C は誤りです。はい。ということで答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い95番です。次の漢方処方製剤の適用される症状、体質と重篤な副作用の記述について正しいものの組み合わせはどれかということで、いやーこれ難しいですよね。もうなんか漢方薬オンパレードな感じですごくしんどいですよね。ということで答え5番が正解となります。いや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 、もうね。でも皆さん、ここに書いてあるものって、こう、そうなんですよ。ダイエットの漢方薬、ダイエットと言っちゃいけないですね。肥満症とかに適用があるものが出てきておりますので、そんなところにちょっと注目していただきたいなと思います。はい、ということで、まずは、オーレン解毒湯なんですけど、適用される症状なんですが、これ、そうですね。そうですね。ま、もう、適用される、症状、体質のところでもうすべて見分けがつきますので、そこで確認していただきたいと思います。なので、ちょっと内容を見ていきますと、オーレン解毒湯、これ誤りなんですが、適用される症状、体力中等度なものの皮膚の疾患で、発赤があり、時に可能するもののとかっていろいろ書いてあって、急性皮膚疾患の初期、ジンマシン、湿疹、皮膚炎、水虫とかってあるんですけど、それらに適用があるものは、これは、ちょっとこちらに、書いてないんで書いておきますね。十味排毒湯という、漢方薬がありましたね。排毒湯です。排毒湯。ちょっとごめんなさいね、ちっちゃくて。十味排毒湯の記述になっちゃいます。はい、だから、このオーレン解毒湯に関してはごめんなさい、こちら書いてみました。オーレン解毒湯は、顔色が赤くてとか、のぼせてるとか、そういうところですね。あとは、イライラしているとか、二日酔いとか、そういったところに適用があるのが、オーレン解毒湯のものでしたので、そんなところをちょっと確認しといていただくといいかなと思います。はい。なので、A は誤りとなります。はい。それから B、防衣奥義湯なんですけど、防衣奥義湯は、確かに肥満症に使っていくんですけど、ただ、脇腹から溝落ちにかけて苦しい肥満症の人に使うのは、これは違いますね。これは、適用があるのは、大細胞糖です。細胞剤ですね。大細胞糖の記述になっちゃいます。なので違います。なので、大細胞糖は、その腹部から、溝落ちにかけて苦しくて肥満症というところでキーワードを押さえていただくといいと思います。
なので、防衣扇等はこちらに書いてきました。汗のかきやすいと、多汗症のタイプですね、の肥満とか、あと水太りとか、そういう、もう、ガンガン水分取って、バンバン汗かいて、で、冷たいものガンガン飲んでも、お腹全然冷えませんよ、というようなタイプには、この防衣扇等を使っていただくとすごくいいんですけど、まあ、そのようなところで見分けていただくと良いかと思います。はい、そして C と D は正解となりますので、5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い96番です。生薬成分に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、葛根湯は正解。それから B、サイコは金峰外科の花トリカブト、トリカブトーと出てきたら、トリカブトは、書いてないですけど、こちら、武士ですよね。そうですよね。生薬も武士でした。はい。で、サイコについてはちょっと書いてみました。セリ科の三島サイコの根っこで抗炎症だったりとか鎮痛作用とか、そういった働きがあります。三島のところですね、静岡県の三島の、ところで取れるものとなりますので、そんな三島サイコ、セリ科のものも結構いろんな種類ありましたので、そのところにも注目していただきたいなと思います。そしてね、この部分使うんだなというところですね。はい、ということで B は誤り、そして C は最新はということで、これ内容結構合ってるんですよ。ただ違うのは地上部というところが違います。最新は根っこや、根茎というところを使っていきます。まあ簡単に言うと根っこです。根っこの部分を使っていくので、地上部は使いません。地上部っていうのは、腎障害を引き起こす可能性があるので、なのでそういったところでその引き起こす成分が入ってるんですよ。なのでそういうようなところでは地上部は使わずに根っこの部分を使っていくのがこの最新というものになりますので、そんなところでちょっと気をつけていただきたいと思います。はい。なので C は誤り、そして D は正解なので1番が正解となりました。はい。では次行きましょう。97番です。はい。生薬成分に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解、B なんですが、形骸はということで、こちらですね。形骸は歯槽科です。歯槽科の植物も結構いろいろありました。それの形骸の、鼻の、部分のところを使っていきますので、そんなところでは、ここ十分に気をつけておきましょう。はい。そして、まあ、一応、形骸なんですけど、まあ、それ以外に働きとしては、発汗だったりとか、こちらにちょっとごめんなさいね、書いてみました。発汗だったりとか、あとは鎮痛だったりとか、特に、鼻閉の状態、鼻が詰まってるような状態に、使ったりしていくのが、この形骸です。だから、今回ここに書いてある、木蓮科の、タムシバなどのつぼみでアレルギー用薬で、鎮静、鎮痛に使いますよとかっていうのは、これは、真意ですね。真意です。真意。真意聖杯糖とかあるじゃないですか。あの真意です。その真意の部分を使っていきますので、B は誤りになります。はい、それから C、三気雷はということで、三気雷はユリ科の、ケナシサルトリイバラというところの、塊状になった、根っこの部分を、使っていきますので、なので、根っこというか、まあ、何ですかね、茎、まあ、茎という、まあ、こう太くなった茎、まあ、でも根っこに埋まっているものもあるので、ちょっとこのあたりややこしいんですけど、その部分のところを使っていきます。はい。で、そのようにですね、今回この三気雷というところですね。で、今回ここに書いてある、アケビ科の三つ葉アケビのつる性の、茎を使っていきますよというのは、これは、木通の記述になります。ちょっと書くとこないですね。ごめんなさいね。木通ですね。木通の、記述になりますので、C は誤りとなります。はい。そして D は正解なので、3番が正解となりました。ここ、ちょっと難しいですよね。生薬。頑張りましょうね。はい。そして次行きましょう。問い98番です。消毒薬及びその配合成分に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、
まあいいですね。B、次亜塩素酸ナトリウムは、ということで、吐砂物とかのですね、こう、すごく適してるんですね。で、有機物の影響を受けないのでとあるんですけど、受けちゃいます。そうなんですよ。なので、あらかじめ洗浄する必要はないよとあるんですけど、洗浄してあげてください。ということで、B は誤りです。はい、それから C、サラシコは強い還元力ではなく、酸化力になりますので、C は誤りです。はい。で、一般細菌、真菌、ウイルスとかに効果がありますので C 正解ですね。はい。それから D。アルカリ性の消毒薬が誤って皮膚に付着した場合、アルカリ性なので、皮膚のタンパク質どんどん溶かしてきますから、これね、早急に処置しないといけないんですよ。なので、中和剤を使用するといいですよとあるんですけど、ダメです。中和剤使うのはやめてください。水でしっかりと洗い流してあげましょう。はい。ということで、D は誤り。なので、答えは3番が正解でした。では次行きましょう。問い99番です。殺虫剤の配合成分とその分類の組み合わせのうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、オルトジクロロベンゼンは、分類としてはオキサジアゾール系ですよと言ってるんですけど、オルトジクロロベンゼンは、ごめんなさいね、ここピレスロイド系って書いてあるんですけど、違いますよね。ごめんなさいね。オルトジクロロベンゼンは、よかった、気づいて。ごめんなさいね。オルトジクロロベンゼンは、これ、有機塩素系です。ごめんなさいね。有機塩素系。はい、こんな感じですね。はい、有機塩素系の、内容となります。はい。なので、オキサジアゾール系ではありません。オキサジアゾール系というのは、メトキサジアゾンとか、そのような、メトキサジアゾンの、分類になりますので、違います。はい、そして B なんですが、フェノトリンは、さっき間違えて書いてたやつですね、ピレスロイド系になります。だから、有機リン系ではありません。有機リン系はいっぱいありましたよね。ジクロルボスとかダイアジノンとかいろいろありましたので、まあそういったものが有機リン系になりますので、B は違っておりますので、気をつけておいてくださいね。はい。ということで C と D が正解なので5番が正解となりました。はい。では、次、最後ですね。問い100番です。妊娠検査薬に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解です。A なんですけど、妊娠検査薬は尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン HCG の有無を調べるもので通常、実際に妊娠が成立してから4日目前後の4日じゃないですよね。4週目前後ですよね。はい、ということで、そういうところでも引っ掛けてきますので、ここも4週目なのか、1週目なのか、とか、そんなところを、いろんな、引っ掛け問題出てきますよね。なので今回ここは、その4週目前後の尿中の HCG 濃度を検出感度としておりますので、ここのところ十分に気をつけておきましょう。はい、そして B、C、D は正解なので4番が正解となりました。はい、ということで、結構ですね、やはり生薬漢方いっぱい入ってきてますね。なので、難しいところもたくさんあります。今回、ホワイトボードもいっぱいになっちゃったぐらい、書かせていただきましたけど、そのようにですね、ぜひ、ご自身が今回できなかったところですね、もう一度しっかりと復習して、次に出てきた問題、同じような問題はですね、できるようにしておいていただきたいなと思います。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE などに登録していただけますと、質問などもお受けしておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。